けだとかいきますね。はいはい、そうですか。はいはい、だばっかりますね。壊せたらします。今日はあれですね、首が。右肩向いてますね。はい、いつも割と左に傾きますよね。あ、まっすぐなことはないんですけど。やっぱちょっとこれこの周りが硬いですね。ぎくしゃくしますね。ちょっと前筋伸ばします。いろいろ痛い。どの辺が特に痛いですか？肩も、筋も。なるほど。これ大丈夫ですか？はい。ちょっと一回やりますね。これで、さっきより下がりましたね。行って、はい、来ますよね。はい、くすぐったかったですか？すいません、脇腹弱いですよ。あ、そうなんですね。あ、だいぶやっぱり違いますね。右足の方が回りますもんね。関節、左の方が良くないですね。なんかいつも左右差すごいですね。左右差すごいです。いい感じですね。多分結構あれ、あの、あれ言ってたじゃないですか、あんま動かないって、はい、家でも寝転がってるって言ってたじゃないですか、はい、あの多分一定のあれで決めてしまうから、うん、癖が残っちゃうんだと思います。なるほど。あれだけ体力温存してるつもりが逆に悪くしてあのやっぱ動かなすぎも動きすぎも良くないんですよね。あ、ほどほどにやっぱり全体的に動かしてるとすごくいいんですけど、うん、やっぱりあのだらだらするとなるとまたちょっと体がむくんできちゃったりとか、うん、歪んできちゃったりしますね。なるほど。はい、そこ痛っ。痛い、すいません。すごい痛い。はい、ここ小胸筋のとこですよね。痛い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 。あるので。はい。痛い痛い。今日一痛い。今日一痛かったのに。いや、今日一痛い位置違いますね、いつもね。確かに。そうなんですよ。私、パターン変えて状態悪いですよ、ね。パターン変えて、でもパターン同じよりいいですよ。ああ、確かに良くなってますもんね。うん、そうなんですよ。あの、会いたかったとこが。そうなんです。若さだと思いますね、そこは。パターン変えて痛い。はい、やっぱ、その、変化があるっていうことはいいことなので、うん、はあ、まあ、痛い場所が増えてるとか、なるとまずいですけど。ああ、そうですね。そう、まあ、痛かったとこが痛くない代わりにこっちが痛いとかであれば、まあ、悪くはないですね。まあ、決していいことではないですけど。今日は痛くないなっていう人がいるから。そうなんです。それが一番理想なんですけどね。そうですよね。はい。肩の方がちょっと硬い感じしますね。上がってる感じというか。
あ、冷たい。すいません、びっくりした。びっくりした。大丈夫ですか。やっぱり苦手ですか。これで大丈夫ですか。これもダメ。ちょっとじゃあ叩いた方がいいですかね。これ大丈夫ですか。はい。はい、前ちょっとあのデリケートゾーンの辛さがあったじゃないですか。うん、今はどうですか。あ、そう、あの、お腹のやつやってもらったじゃないですか。はい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 。あれからやっぱ良くなりました、1日2日で。ああ、よかったです、よかったです。今すっかり治った。ああ、やった、よかったですね。よかったです。だからお腹は私、やっぱ月1ぐらいでやってもらった方が多分、はいはい、いいですね。そうですね、結構デトックスになりますからね。女性は特にお腹やってあげた方がいいかもしれないですね。さっきよりちょっと楽ですかね、ここ。はい、まだくすぐ痛いけど。はい。あ、でもそれが違うだけでも随分楽じゃないですか。この辺ね、やっぱりちょっとこう痛みかゆみがあって。あ、もうそう、ね、イライラしてきちゃうから。ですよね。うん、そのやっぱよく寝れないとか、そう、ね、いろいろちょっと気になってるとか薬飲んでるっていうのがまたねストレスですからね。そうなんですよ。本当痒い時はしょっちゅうなんか洗わないと痒くなっちゃうから。それは結構ね仕事なんかでも不便ですしね。じゃあちょっととりあえず整体の60分ですね、やらせていただきました。ゆっくり起きてみていただいて、はい、はい、覚えてみてください。はい、肩周り叩きますね。すいません。お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがですか。あ、でもさっきまでは、はい、あの普通にしてても痛かったんですよ、背中が。でも今それが取れました。よかったです。はい、ちょっとさっきのね手術中にも話ありましたけど、うん、前回お腹やって結構体調良くなったそうで。そう、もう痒みとかすっかり感知して。はい。よかったですね。でも結構経ちますもんね、売り返さずに。そうですね、来てるってことですね。はい、あ、よかったです、はい、疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございました。自分が脱力することによってお客様にも脱力していただく、だから頑張らないです。まあ、私身長154号、体重40キロ。そういうふうにやってるともう体が大きい小さいとか関係ないので、だからこそいろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。基本はこの普通の圧迫、応圧とほぼ途中まで同じなんですね。